今期から僕使ってるリチウムイオンバッテリーというやつなんですけど、はい、これが、どこに書いてあるかな、24V で 65A ありまして、まあ、今日一日めちゃめちゃね、朝からもう日の入りまで頑張ったんですけど、ここに押すと残りが外踏んで 39%、 でバッテリーチャージも多分1時間半から2時間で終わってしまうんで、あ、そんな短いんですか。そうなんですよ、まあ、バッテリーチャージはこんなやつなんですけど、はい、まあこれがね、24V なんで普通だと約50kg弱、バッテリー2個 12V バッテリー2個今まで積んでたのが一応10kg ということで、まあ、この1週間とかねプランに入るとですね、はい、毎日こう充電が辛かったりするんですが、はい、まあ、これならお部屋まで持って行っても、はい、そんな苦にならないし、はい、でもお高いんですよね。ですね、まあ疑似屋でも一応販売してるんですが、はい、バッテリーチャージャーと、はい、バッテリーで税込みで19万8000円、19万8000円、はい、なんかねちょっとまあ売ってる元がですね、はい、なんかこういうのがなんかこの許可制になるらしくて、はい、なんかその許可を取るのに結構お金がかかってしまうんで、まあ近々ちょっと値上げをするかもしれないとは言われました。はい、はい、まあでも今だったら19万8000円、そうですね、だい、まあでまあ多分長らく使えるのと1年間の保証がついてます。はい、だいたいメーカーで何回ぐらい繰り返し充電とかってなんかねよくね1000回とか言いますけど、はい、1000回もやる気が元は取れるかなと、はい、多分おじいちゃんに自分はなってると思います。そうですね、うん、まあ、それまでどれが劣化するかっていうのね、はい、バッテリー残量変わるのか変わらないのかっていうのはちょっと僕もまだ使っても、2ヶ月かな、はい、なんでちょっとまだ確実には分からないんですけども、また分かり次第レポートします。はいはい、でそこのメモリがゼロになったらストーンと落ちるってさっき教わったんですけども、そうですね、ボイジャーとかいう、はい、ディープサイクルのバッテリー、はい、マリンバッテリーってだんだん遅くなって、はい、ギリギリでもシュワーッと動くんですけど、これはストーンって終わっちゃいますんで、このメモリを見ながらやばいなと思ったら変えるっていう。じゃあレンタルボートだけやってる関東とかのスタイルだったらそこのメモリってのは特にちゃんと見とかないといけないのと、なんかだましだまし休めたら 12V だとあまだちょっと回るようになったみたいなことありますけど、これはもう携帯電話みたいに落ちたらストンと落ちてしまうというところですよね。そうですね、あと関東のレンタルボートだとバッテリーの重さでバランス取ってるなんていうのもあるんで、これだとかなり軽くなっちゃうんで、これがですね、はい、まあ、銀山魚じゃないか、途上魚で、はい、ちょっと使ってみたんですけども、はい、軽すぎてですね、やっぱりちょっと後ろ上がりというか前下がりというかになってしまうんで、ちょっとその辺はね、そのライブウェルでバラストを取るとか、いろいろねやり方があると思うんで、はい、いろいろ考えていただいて、はい、工夫してもらう感じになっちゃうんですけど、はい、まあ、今年は一応これを使って、はい、ちょっと楽をさせてもらってます、はい、詳しくは疑似屋さんに聞いてって感じですね。まあ、僕いつもこっちを先にね、はい、刺すんですけど、こうやってえ、もっとバチッて言うんですか。バチッて言うんですか。どこがバチッて言うんですか。どこがバチッて言うんですか。怖い。電気怖いですね。いや、怖いか。これで2時間ぐらいで2時間ぐらいでバッテリー充電して、うわ、これいいな。結構すごいですよ。